こんにちは。こんにちは。これは佐藤さんがね、勝手にやったことなので、すごい今緊張してます。本当に自分の夢を追いかけることで、本当に、オーナー、社長、本部長、そして監督、チームメイトに、迷惑をすごいかけるんですけど、それを、許していただき、本当にありがとうございます。そしてファンの皆さんにも本当に、この夢を、叶えて、いい成績を残して、またいつかどういう形かわからないですけど、またこのユニフォームを着る時が来ればいいかなと思ってます。この8年間、球団、そしてこの仲間に、支えられて、ここまで来たことを本当に感謝し、来年からもう一回1年間精進して戦っていきたいと思います。ありがとうございました。